ようこそ、カルデロコムへ、あなたの家庭の専属管理栄養士、丸尾です。さあ、今日からですね、新しいシリーズを始めたいと思います。その名も、聞き流し栄養学。聞き流すだけでですね、楽しく栄養学を学べてしまうという企画でございます。栄養学に詳しくない方でも、バッチリわかるように、わかりやすく解説していきますので、ぜひついてきてください。さあ、第1回目の今日のテーマは、ビタミン C と胃がんです。今日の主役はビタミン C。おそらく一番有名なビタミンではないでしょうか。美肌や免疫など様々な働きを持ったビタミンです。一方の胃がん。これはね、非常に日本人に多いがんでして、罹患数では大腸がんに次いで第2位です。毎年何万人もの方が亡くなっています。決して人ごとにはできない病気ですね。そんな恐ろしい胃がんにビタミン C がどう立ち向かっていくのか、その秘密を一緒に解き明かしていきましょう。それでは参りましょう。カラーだ喜ぶ。はい、まずはビタミン C の基本情報から押さえていきたいと思います。ビタミン C、 栄養学的には L アスコルビン酸、これは当然ビタミンですので体内では作ることができず食べ物から摂取する必要があります。そして不足してしまうと壊血病という欠乏症にかかってしまうんです。現代ではこの病気はほとんど起こらないんですが、昔は多くの人が命を落としています。特に問題になったのがヨーロッパの大航海時代、船で長期の旅に出かけるとビタミン C の供給源である野菜や果物が尽きてしまってですね、2ヶ月から3ヶ月で亡くなってしまうということがよくあったそうです。そんな中ですね、すごい人物がいまして、イギリスの東インド会社の医務長官ジョン・ウッドールという方なんですが、この人がですね1614年、急に壊血病の患者に対してレモンやライム、オレンジを進め始めたそうなんです。知っておいていただきたいのは、当時はまだ栄養学の概念全くありませんし、ビタミン C も見つかっていません。それどころか壊血病の原因が栄養不足であるということすら分かっていませんでした。にもかかわらずこのジョン・ウッドール、なぜレモンが壊血病に効くと分かったのか、それは全くの謎だそうです。ちなみにビタミン C が見つかって壊血病を治すことができることが分かったのは、それから300年以上も後のことなんですね。いや、ジョン・ウッドールすごいです。余談ついでにもう一つ、実はですね、人間以外のほとんどの動物というのはビタミン C を取らなくても生きていけます。なぜなら体内でビタミン C を作り出すことができるからです。しかし人や一部の動物、猿やモルモット、カピバラなどはですね、体内でビタミン C を作る能力を失ってしまいました。もともとは作れたんだけども、進化の過程で作る力を失ってしまったということで、まあ、こういうのを考えるとですね、果たして進化なのか退化なのか考えさせられるなと思います。では一旦ビタミン C はここで置いといてですね、胃がんについて解説していきたいと思います。胃がんは世界で5番目に多いがんで、死者数では3番目に位置する全国的に問題になっているがんです。そしてですね、日本を含め中国、韓国、このアジア圏においては特に胃がんが多い地域ということが知られています。そして日本でも大腸がんに次いで罹患数では第2位というですね、非常に大きな問題となっているんです。胃がんの原因にはいろんなものがあるということが分かっています。例えばピロリ菌や塩分の取りすぎ、お酒の飲みすぎ、喫煙などです。そしてですね、この胃がんの原因で一つ皆さんに覚えておいていただきたいのが、ニトロソアミンというものです。これはですね、聞いたことある方もいらっしゃると思いますが、胃がんの原因になっている化学物質なんですね。このニトロソアミンというものはアミンとアショウ酸が反応すると作られるものです。そしてこれが遺伝子の突然変異を引き起こし、発がん性があるということが分かっています。そして恐ろしいのがですね、実はこのニトロソアミン、普段の食生活の中でも体内に入ってきてしまうものなんです。どういう風に入ってくるかというと、肉や魚などのタンパク質食品を食べますと消化の過程でアミンができます。これがですね、胃の中でアショウ酸と結合反応しますとニトロソアミンができてしまうということなんです。じゃあアショウ酸はどこから来るかということなんですが、アショウ酸と聞いてピンと来られた方もいらっしゃると思います。そう、添加物にですね使われるものなんですね。ベーコンやソーセージ、ハムなどに使われる発色剤、この中にですねアショウ酸ナトリウムというものが使われています。
つまりはソーセージやベーコンなどの加工肉というのはアミンも含んでいるしアショウ酸も含んでいる。これが両方いっぺんに体の中に入ってきてしまうというそんな食べ物なんです。実際ですね、 WHO もこの加工肉は発がん性があるというふうに認めています。やっぱり加工肉要注意ということですね。これまでにもこのチャンネルの中では加工肉に注意しましょうというお話をしてきましたが、やはり取りすぎには注意したい食品です。ちなみにですね、アショウ酸の摂取源というのは他にもあるんですが、その話をし始めますと長くなってしまいますので今回は割愛させていただきます。また今後いつか機会があればお話ししたいと思います。はい、ではここまでを一旦まとめましょう。胃がんの原因にはニトロソアミンがあります。これは肉や魚に含まれるアミンとアショウ酸が反応してできるものです。そして加工肉はアミンとアショウ酸両方を含んだ食べ物ということになります。さあではどうするかということなんですが、パッと思いつく対策としては加工肉を食べないであったり無添加の加工肉を選ぶなどが挙げられます。でもね、なかなかこれは難しいという方もいらっしゃると思うんです。さあここからが今日のポイントです。今日の主役に再度ご登場願いましょう。そう、ビタミン C です。さあこのビタミン C 何をしてくれるかということなんですが、実は胃の中にビタミン C が豊富にあるとニトロソアミンの形成を 87% から 100% 抑制できるということが分かっているんです。つまりはビタミン C を食事と一緒に摂ってしまえばニトロソアミンの形成はほとんど防げるということなんです。これすごいですよね。仕組みとしてはですね、ビタミン C がアショウ酸を硝酸というものに還元してくれるんですね。で、アショウ酸は危険なんですが硝酸になると毒性が下がります。そしてニトロソアミンも作られなくて済むようになるんです。実際に中国のある研究によると胃がんリスクは血小ビタミン C 濃度と相関するという結果も出ています。つまりちゃんとビタミン C を摂ることで胃がんのリスクは下げられるということです。じゃあ次に気になるのはビタミン C どれぐらい摂ったら効果があるのということだと思うんですね。これはですね、食事で 50mg のビタミン C を摂れば十分な効果が期待できるということが分かっています。ビタミン C 50mg というと1日の基準値の半分ですね。割としっかりした量が必要になってきます。まあ一番手軽に摂るんでしたらサプリで摂るのもいいと思うんですけど、食事で摂ろうと思うとどうするか。まあビタミン C というとですね、レモンが思い浮かぶ方多いと思うんですけど、レモンでビタミン C の結構大変です。ビタミン C 50mg 摂ろうと思うとレモン半分食べないといけません。果汁にしてもコップ半分ですね。なかなかこの量のレモン摂るの大変だと思います。じゃあね、他の食べ物ではどうかというと、ピーマンなら1個で OK です。キウイも1個で OK。 ブロッコリーなら片手に軽く盛るぐらいでビタミン C 50mg 摂ることができます。あとですね、お肉料理によく付け合わせでついてくるパセリありますよね。これ意外とビタミン C 摂れますので、ぜひ残さずに一緒に食べるようにしましょう。さあでは今日のまとめということで、体喜ぶポイント、加工肉を食べるときは単独で食べないようにしましょう。胃がんの原因になるニトロソアミンの生成を抑えるために必ずビタミン C を含んだ野菜果物と一緒に食べるようにしてみてください。はい、ではここで一旦告知です。管理栄養士マルオの公式 LINE が配信中です。もっと栄養に詳しくなりたいという方、今日お話ししたビタミン C を含むビタミン図鑑を無料でプレゼント中です。気になるという方はぜひ概要欄のリンクから友達追加してみてください。では最後にコメント紹介のコーナー参りたいと思います。こちらはですね、日本のイチゴが台湾で残留農薬基準違反で問題になっているという動画に対してのコメントです。たくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。さあそしてみんなから一番いいねを集めたコメントがこちら、ゆかり坂田さん。イチゴ大好きです。子供と一緒によく食べています。岡山の山田養蜂場ミツバチ農園では無農薬のイチゴを栽培しているそうです。今度イチゴ摘み取り体験に行こうと思ってます。はい、ということですごいですね、無農薬でイチゴを作られていて、しかも摘み取り体験もできるということで。僕ですね、実は岡山の隣の兵庫県出身なんですけど、岡山って一回も行ったことないんですよ。だからね、ちょっと行く機会あったらチェックしてみようかなと思いました。さあそしてもう一つ個人的に気になったコメントも紹介させてください。こちらはパンタロンズさん。リンゴにも似たような話がありますね。自分たちが食べるものは商売用から話して作っているという。いやこれね、僕も話聞いたことありまして、何年か前に、見学に行かせてもらった村
無農薬で野菜を作っている農家さんがあるんですけど、その農家さんも昔は畑を分けていたそうなんですね。出荷する用と家族のために作る方は農薬をまかないっていう風に畑を分けていたそうなんですけど、ある時にいやこれはおかしいだろということに気づいて、それから全部無農薬でやられているという農家さんに話を聞いたことがあります。いやほんとね、こういう農家さんもっともっと増えてほしいなと、個人的にも応援していきたいという風に思います。みんなで応援していきましょう。はい、ということで、今回ですね、いつもとちょっと切り口を変えて動画をお届けしてみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。今日の内容が少しでも楽しいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。